気を覚えて書いてサッキーです。どうぞよろしくお願いいたします。一言言っていいですか。サムネびっくり、たまげる寒い、もうマヨネーズが凍りそうですよ。ねえ、待って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 、誰かなんか分からなかった。あれあれあれ、今日はかまってちゃんが多いね。今日かまってちゃんは嬉しいです。さあ、さっきもですね、岡山を今日ねここに向かっていただくの初めてで、先ほどねチームをライブさせていただきましたが、本当に皆さんあったかくて、まあ、あのカメラばっかり持ってる人もいるんですけども、ちゃんとさっき生で見てね、生で見てね、ちゃんとね生で見なさいよ、ちゃんとね。はい、というわけでね、この後もね歌を歌わせていただきたいなと思っているんですけれども、さて皆さん、今までねさっきをね見たことあるよっていう方も、今思ってると思うんですけれども、実は今日この服初めて来ました。どう、さっきの今日のファッションはどうですか。どう、かわいい、かわいい、あのオス、あれ、もう一回行こう、もう一回行こう。今日はさっきこの衣装初めて来ました、どうですか。あれ、私のリアクションおかしいな、もうやめますね。はい、というわけでね、2月14日ね、もうちょっとでバレンタインなのでね、ちょっと違った衣装にしてみたいなと思いまして、今日はこの岡山で出してみました。ありがとうございます。というわけでね、初めてのこの衣装で、そして初の岡山ということで、続いての曲、さっきのラストナンバーとなるんですけれども、ですけれども、私が喋ってるのに、って言い続ける根性ありますね、皆さん。 OK いる？ OK いる？ちゃんと食らってくださいね、私が返すから。 OK ですか？自分が言った攻撃がそのまま返ってきますから、それ食らいますよね。ね、いきますよ、続いての曲で、さっきラストナンバーです。この辺だけ120点さあ、というわけでこんな感じでね、ラストナンバーも盛り上がってまいりたいと思います。ぜひね、サビの部分一緒にくるくる回して盛り上がってください。それでは聴いてください、私の情熱を込めたこの曲です、パッション。
余計やんな、こんな半袖でなんかちょっとな、よりバカちゃんみたいなな。早く着るね。皆さんも風邪ひかないように気をつけてください。それではまた物販で。